ウェルカム YouTube 金魚と遊ぶ .com 山強です。今回皆さんに紹介する YouTube は、土浦の夜の街を。土浦、今日は大将とって言ってくださいね。自分じゃないですかね。萩坂大将と。萩坂大将。土浦ふらり旅。萩坂大将と。居酒屋探訪記。ここですね。今日ここです。ふらり旅。土浦の町。髪の毛切ってきましたからね。今日は雑談機、金魚について。金魚について。リー君は顔がダメだから。すいません。はい、ハイボール2つと。いいですか。小赤を。小赤、ね、レメキン、リュウキン、桜相撲、先に言ってました。あと、あと何でしたっけ。小赤って、ほんと和金の小さい、はい、船尾の脇に。いいですね。いやでも初めてだ ね。なんだかんだ言って、はい、飲みたいって言ってて。あ、そうなんですか。なかなかでもほらですよね。飲んで帰るってわけいかないじゃないですか。だから一回行きたいな、飲みたいですねなんて言ってたんだけど、はい、なかなか実現しなくて。そう、本当にそんな感じです。飲むの一緒に飲むの初めてですかね、はい、大人気ブロガー。いや、大人気ブロガーです。じゃあ、言わせてる。あと、志村さんに言っといた。山田さんのおごりでしたよ、とか言って。はい、ウェルカム YouTube。 今日はね、夜の土浦観賞魚センターにお邪魔してみました。普段では見れない感じの映像が皆さんに紹介できると思うんで、ぜひ今回も最後までゆっくりお楽しみください。よろしく。はい、夜の土浦観賞魚センターね。やっぱ夜の方が撮りやすいな。ね、金魚がよく見える。平賀さんのデメキン、キャリコリュウキンね。あとこっちは、まあ、志村さんの魚が中心だよね。調尾、五色調尾。うわ、いいのいるね。あ、夜の方が撮りやすいね、やっぱ。そしてほら、これすごい寒いからこんなとこ固まっちゃってるよね。すごい。そして高澤さんの龍金ヤングガン。高澤さんね、アルビノランチュー。ちっちゃい、かわいい、ピンポンパール。こういうの好き、いいよね。かわいい。でね、警察官から万引きはしないでくださいよ。高取船長怒っちゃうよ。ね。よし。おーっしょー。うわっす。わらわら。うわー、らわらわらわら。うわー、すごいね。まだこれだけいるよ。ほほほほ。ちゃんちゃんちゃん、鎌倉 FM。
ちゃんちゃんちゃん。おっと、ゴジラ。いたね、ゴジラ。パンダ、チョウビに。あ、こんにちは。お邪魔します。よしよし。はい、今日もね、ハウスにやってきました。すごい搭載魚が輸入されてますよ。リーさん、すごいね、これ搭載魚でしょ。そうです、ジャンボ系というの血統があります。あー、そうなん、もうじゃあ搭載でこれだから、はい、間違いなく大きくなる。2歳だと、ね、多分最終的に20センチオーバーですね。本当、うん、そういう感じだよね、はい、貫禄あるもんね。そうです、素晴らしいです。全部紹介するのはもう大変っていうか難しいから、本当厳選なやつをねちょっと見せてもらって解説入れてもらおうかな、はい、これの特徴というかおすすめのポイントは、こっちだとまず血統的には今まであんまり日本に入ったことないと思いますね、うん、ジャンボ血統というのは、うん、すごいね。そうです、ちなみにこれまだ搭載なので。おー、すごい太鼓がある。そうです、もうすでにこの大きさです、ね、もう背なりのこのラインもすごいね、綺麗だね。そうですね、背中も太いし、うん、でやっぱ搭載だからまだこれ頭出るね、頭モコモコになる可能性あるよね。そうですね、このジャンボ血統というのが、うん、搭載の時、まあ、体だけちょっと大きくなって、はいはい、先に、で2歳になるとやっぱその頭の部分も徐々に出てきますね、うん、ねえ、なんか墨、はい、もねいい感じでバランスよく出てて、そうですね、ビンビンのスパンコールのね感じも、ここの部分もほんと白いなんで下地が。そうだね、はい、いやこれは綺麗だ。これなかなかこれおすすめだよね。そうです、はい、ありがとうございます、はい、これまたすごいね、桜錦と、でこちらだと、うわー、うわー、すごい色、トラ柄、ね、トラだね、はい、すごいですねこれ。こちらもジャンボの血統です。この桜錦はすごいね、本当に背中の太さが半端ない ね、 ね、これね、はい、太鼓もありますね、やっぱり。すごいしか出ないけど、だってすごいもんね、はい、これだと簡単に20センチオーバーですねだって搭載だもんね。そうです、いやこの色がまた、はい、ね、色合いはかっこいいですね、ゴージャスだね。そうです、ね、すごいラグジュアリーな、はい、頭も感じで、ね、頭が本当もう出ちゃってるね、すでに、うん、もうですね、すごいですね。2歳になるともう少しボリューム感が出てくると思いますね、うん、これまたおすすめの、はい、2匹ですね、2匹です、はい、よろしく。とショートテール龍金かなからも1匹でかいのちょっと紹介してもらいます。はい、おお、うわすげえ、うわすげえ、すごい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 、これものすごいね、迫力が。今回の中で、うわ、もうそうですね、宝くじみたいな、宝みたいなものですね。もうす、いやこれはちょっと直に見てもらった方がいいな。いや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 、すごいよほら。この色合い、うわ、もう色も瞳も柄もなかなかいないですね、いないね。これこそ本当一点もんだね。一点もの今まで見たことないですね。ないね、はい、いや、いや俺もちょっといろいろ見てきたけどこれはびっくり。
そうです。いやもうほらだってこの上からちょっと、うん、そうだねちょっと、うわこれだよ、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね最後に一匹紹介してもらおう、はい、これまた中国な色合いだね。そうです。で、こっちの江戸錦は、うん、みんな他と違うところなんですけど、うんうん、王が小さいです。あ本当だ、バランス的に。そうですね、王が小さいんで、今の中国はそういう王小さい、うん、まあ王が小さいの江戸錦が人気があります。そうなんで、自分もこういうの好きですよ。はい、で、うん、作りが本当めなかなか難しいですだね。えやっぱ泳ぎのバランスこれで出すのが難しいからね。まあ、頭大きいので尾が小さいとやっぱ魚がすくむじゃないですか。うん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 、でこれだとやっぱ泳ぎ方綺麗だもんね。そうです、泳ぎ方まっすぐ泳げる魚本当。いやーそこまで考えて作り込まれてんだね。そうです、選別も結構厳しいので、うんうん、1000匹の100匹ぐらいです、ね、あー本当ですか。はい、いやーいい、これまたねちょっともう一回横とか、あこう横と、うん、すごい、もうギラギラ感がすごいな。そうですね、うん、もう本当豪華、はい、豪華絢爛な江戸錦、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、
はい、それでは最後にスーパーメノーランチュー、今回輸入魚の目玉となります。それを紹介しながら、あの皆さんにお詫びと訂正があります。あの私いつも土浦観賞魚センターという紹介の仕方をしていたんですが、正式には土浦観賞魚だそうです。センターはつきません。あの今回大友社長に指摘されて、わざとやってんでしょって言われたんですけど、本気で間違えてました。はい、すみません。土浦観賞魚、これからもよろしくお願いします。あの問い合わせはね、あの概要欄、下のね概要欄に電話番号を載せておきます。ブログからもアクセスできますので、金魚と遊ぶ .com よろしくお願いいたします。